こんにちは。今回は水引きを余らせることなくカーネーションを作りたいと思います。90センチの水引きを4本用意します。まず1本を20センチと25センチとそして45センチに切ります。次の1本を30センチと60センチに切ります。次の1本を35センチと55センチに切ります。残りの1本を、40センチと50センチに切ります。5センチずつ違う水引きが9本できました。カーネーションの花びらのギザギザ感を出したいので、それぞれ枚数を変えて作っていきます。少し練習をします。右に持っている方の水引きを前に重ねて、上向きの輪を作ります。右の長い方の水引きを前から入れて、この間から前に引き出します。ネモフィラーと同じやり方ですね。その輪に前から入れて、前に引き出します。もう一つ輪を作ります。はい、4つ輪を作ったら、1つ目の輪に根元まで入れて、この先を絡ませないように4つ目の輪に前から入れて、またこの間から前に引き出します。真ん中の四角形のところに前から差し込みます。はい、そして、先を尖らせたいのでこれ最初に作った輪です。これ最後に作った輪です。その対角線ぐらいの輪から尖らせていきます。根元の方を持って先を尖らせます。はい、その隣ですね。輪の大きさを揃えて、根元の方を持って、尖らせます。はい、今度反対の隣ですね。根元を持って、尖らせます。はい、そして最初と最後の輪ですが、根元を持って先を尖らせます。輪の大きさを揃えて根元を持って尖らせます。ちょっと、大きめで練習しましたので、はい、実際はもう少し小さいのですが、こんな形で、花を作っていきます。20センチと25センチは練習と同じ5枚の花びらにしました。これを尖らせていきます。
はい、こんな感じになります。30センチと35センチは6枚の花びらにしますので、5つ輪ができたら、1つ目に刺し入れて、そして5つ目に前から入れて、前に引き出して、真ん中に差し込みます。6枚の花びらを尖らせました。次の40センチと45センチは7枚の花びらにしますので、輪を6つ作ったら、1つ目の輪に引っ掛けて、そして6つ目の輪に前から入れて、真ん中に先を差し込んで、花びらを作ります。花びらを尖らせました。50センチと55センチは8枚の花びらにしますので、縫い代7つ輪を作ったら、1つ目の輪に引っ掛けて、7つ目の輪に入れて、真ん中に差し込みます。ちょっと真ん中の方が開いてきます。先を尖らせました。最後60センチは9枚の花びらにします。枚数と大きさの少しずつ違う花が9つできました。小さいの、2つ重ねて、20番のワイヤーにつけます。先が出ないように気をつけて、ワイヤーで巻きます。今回1本で仕上げますので、だいたい20センチぐらいにします。余った水引きは4センチぐらいならそのまま残しておきます。その余った水引きが隠れるぐらいまでフラワーテープを巻きます。そして6枚同士の花びらを重ね合わせます。中心に通します。ワイヤーで巻きます。で、最初に残した水引きよりも短く
切ります。そしてフラワーテープを巻きます。これは引っかかりを防ぐためのフラワーテープですので、水引きの先が隠れたら大丈夫です。そして今度は7枚同士の花びらを重ねます。そして中心に通してワイヤーをします。いらない水引きを短く切ってフラワーテープを巻きます。今度は8枚同士の水引きを重ねます。中心に通します。ワイヤーを巻きます。で、余った水引きを切ります。フラワーテープを巻きます。はい。で、最後9枚の花びらに通して花の形を整えます。ワイヤーを巻いてフラワーテープを巻きます。で、この部分、もう少し太くしたいなとかいろいろあると思います。そんな時はちょっとテープを多めに巻いておきます。そして、茎も少し、もう少し太い方がいいかなと思いますので、水引き、余っている水引きを2本足します。はい、葉っぱ用の緑の水引き90センチ1本用意します。10センチ4本、12.5センチ4本に切ります。少し練習をします。同じ長さの水引き2本用意して、半分に折ります。四つ編みです。右を上に、前に
重ねたら、こちらの端を後ろに交差して、こちらの端を前、後ろに交差します。またこちらの端を後ろに交差して、こちらの端を前、後ろに交差します。はい、この繰り返しです。はい。次に、左側を前に重ねたら、こちらの端を前に交差します。そして、こちらの端を後ろ前に交差します。はい、こちらの端を前に交差します。こちらの端を後ろ前に交差します。彼岸花の時もこのやり方で花びらを作っていますので、そちらのリンクを貼っておきます。で、ずっと繰り返していきます。練習と同じようにして4つの葉っぱを作りました。ワイヤーで先は留めています。これをつけていきますので、まず葉っぱをつけるところまでフラワーテープを巻きます。カーネーションは同じところから葉っぱが出ていますので、2枚を同じ位置につけます。そしてそこからフラワーテープを巻きます。少し長めの2枚もつけていきます。はい、最後、下までフラワーテープを巻きます。はい、もう完成なんですが、今日は透明のシート巻いておこうと思います。そして、リボンをつけます。リボン50センチだとこんな感じです。こちらはリボン35センチぐらいで結びました。シートを扱われるときは、フラワーテープに糊がついてますので、汚さないように手を洗ってから
してください。はい、カーネーション完成しました。